マルタン・フォルカードはフランスのバイアスロン選手。2014年ソチオリンピック金メダリスト。バイアスロン世界選手権で5つの金メダルを獲得し、バイアスロンワールドカップでも5度の総合優勝を達成している。フォーカード、フールカデと表記されることもある。10歳の時に兄のシモン・フォルカードに憧れて競技を始める。2007年と2008年に、 ジュニア世界選手権に出場し、2007年のリレーで銅メダルを獲得。バイアスロンワールドカップには2008年3月のオスロ大会で初出場。世界選手権には2009年2月のピョンチャン大会で初出場し、個人種目の最高はパシュートの8位。2010年2月にバンクーバーオリンピックに兄のシモンと共に出場して、 マススタートで銀メダルを獲得。同年3月のワールドカップコンティオラハ大会のパシュートで初勝利。2011年にハンティマンシースクで開催された世界選手権パシュートで初の金メダルを獲得。2011から12シーズン、2012から13シーズン、2013から14シーズンはシーズン総合成績で3連覇を達成。 2014年2月、ソチオリンピックでは 12.5km パシュート、20km 個人で金メダルを獲得した。2010はミックスリレーのみ。ありがとうございます。